口づけ遠い思い出夢の間に浮かばた泣くか忘れたままも恋のささやき泳いでどん時探してみようか声の歌が雑いながら流れてくるそっと眠りかけたラジオからの寂しいいつも優しい優しいセレナガディズニーシーに昨日ね行ってきてで昨日行ったのは植物面での面白植物面での面白二つ一個はビワの実がなってたこともう一個はジャガランダの花が咲いてるジャガランダの花でも本当にあの綺麗だしこっちの方ではそれなりに珍しいんであの、まあ、お花好きな人はそこも見てもらえるといいかなと思うんですけどもう一個なんかあったらあ昨日で言うとあの紫陽花も最近紫陽花今年あんまり良くないみたいなんですけど口なしが良かった口なしと大山木が、一緒に咲いててねあれもあれどこの広場だったかなイタリアのあたりから違ったかな忘れたけど広場のところにね大山木が真ん中に咲いてて口なしが周りにあってそれも咲いててすごい甘い香りがしてすごく良かったっていうそのあたりが植物面での面白いディズニーシー鳥でいうと僕は鳥も好きな野鳥も好きなもんですけど鳥での面白も結構見てる昨日園内で見た鳥は多分ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、ドバとカモメを見たって奥さん言ってたんです僕はちょっとカモメはよく分かんなかったですけどあとカワラヒワがいましたねそのぐらい大体そんな感じなんだけど面白っていうことで言うとカラスがやっぱいないですねああいうところはね多分一番大きな理由はゴミをちゃんとあの処理してるからなんだろうと思うんですけどカラスがハイドの入園を待ってる時間にどっかの城お城みたいなところに城っていうか門かその入り口のには泊まってたあれと思ったんだけどやっぱ中入ったらねカラスはいないですね一回も見なかったもんそれ以降は、うん、でそれもすごいなっていうことカラスがいない代わりにオナガがいるんだよこの辺がやっぱ面白いなと思うんだけどカラスがいないところにオナガがいるっていうのは本当だなと思ったんですけどでね、園内でオナガを何度も見かけるんですけどどうもだからなんか巣があるんでしょうね巣があってもう住んでるんでしょうねオナガ何度も奥さんが言うには6回見たっていうんですけどね俺もでもそれなりに見てるんですけどあのちょうどそれがまた面白いことにねインディ・ジョーンズのアトラクションのあたりあの中米だか南米だかあのあたりのでたくさん見るのねでその飛び方がちょうど大型インコの飛び方によく似てる大型インコ飛ぶの見たことないけどさテレビで見るかんあのバタバタしたあんまり上手じゃない感じの飛び方がオナガの飛び方とよく似ててなかなか雰囲気があるんですよあの南米の雰囲気中米だかちょっと分かんないですけどあの辺の感じにねよあの実際に雰囲気があってなかなか面白いなと思ったのもう一個とあとなんだっけなもう一個あちょっと忘れちゃったけど鳥もなんかもう一個ぐらい面白いなんか、そんな感じで、意図せぬ面白も結構ある見どころもありましたあと一番っていうか結構びっくりしたのがフローズンビール飲むビール苦いから飲めないんですけど昨日はフローズンビールあんまりうまいんでねガブガブ飲んじゃいました、ね